はい、どうもタクタビです。皆さんこんばんは。今ねこういうのをつけてるんですけども、これは無呼吸症候群の確かめる簡易的な装置です。先日まあ旅行行ったんですけども、その時に判明したんですけど、一緒にね部屋で泊まった人がなんかいびきをねまあ書いてたそうで、普段はねなんかそんなことを言われたことなかったんですけど、今回なんかそこから急にキュッ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 となんかこう単発的に息を吸う感じになってきて、でそこから急にピタッと止まって、ポコ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 っとねなんかね音がしそうです。このねポコポコポコはなんかわからないんですけど、それで30秒から40秒ぐらい息がなくて、友達もびっくりして、僕のところにベッドのところまで来て、まあ、様子を見てたらしいですけど、そしたら急にまあ息止まってるんで苦しくなって、ブワーって息を吐いて、でまたコーって、息を吸ったみたいです。でこれがね何度か続いて、で明る朝ねちょっと無呼吸でっていうことをね言われて、ちょうどね次の日の夜ね、まあ3人なんですけど、3人でね、お食事することがあったので、その3人のうちの1人がね看護師さんの方で、そしたらそれはすぐ病院に行った方がいいよっていうことを言われて、今日行きました。まあとりあえず今回1日だけ簡易的な装置をつけて、で無呼吸なのか無呼吸じゃないのかを調べてみましょうということで、今こういうこっちがね、脈拍かな、心拍数で、ここからこれで息するんですけど、止まったら息が入ってこない、ここの中にね息が通ってないので、まあ無呼吸ってなるんですけど、怪しいところがあればもう一つ上のね精密に測れるなんか装置があるらしくて、それに変えて、その結果次第では大きな病院に行ったり本格的なね治療方法を考えないといけないということでした。症状としてはね、もう朝からね体だるいっす、もう体がだるくて無気力、眠いっす。僕はね午後になるとちょっと頭が痛くなったりね、なんだろうなっていうのはあったんですけど、やっぱり無呼吸はこういうそういう症状がね、出るみたいですのでね、ちょっと調べてもらおうと思ってますということで、はい、これで調べてできれば無呼吸治したいかなと思っております。結果を待ちたいと思います。今日は、はい、無呼吸症候群のね簡易的な装置こんなもんだよっていうね紹介してみました。はい、ちょっとねお腹にはこんな感じ、はい、こんな感じのね装置をお腹につけております。今日はこれで寝たいと思います。それではまたね、頑張ります。みょーん。